犬、猫、うん、これは玉ねぎか。ちっげーよ、なんでそうなるんだよ。いや別に、私はなんで玉ねぎなのか気になっただけだし。うん、まあいいか。つうか、こんなものなんであんたが持ってんだよ。特殊、だからいいって。それにこういうキャラクターもののストラップとか私には似合わねえし。急に言われてもな。だいたい私からこんな可愛いもん急に渡されたら、うん、怖いだろ。それマジで言ってんのか。ふーん、そっか。まあ探せばいないこともないだろうし、あんたがそう言うならちょっとだけ頑張ってみるか。マジかよ。そんな目で見つめてくるな、玉ねぎ。もう仕方ねえ。こいつら全員まとめて私が面倒を見る。困ってる奴らをこのまま見捨てるのは性に合わねえんだよ。なんだよ。結局プロデューサーが使うのかよ。おい、あんたがそのかわいいやつを、やっぱり私がもらう。別にあんたがこんなかわいいストラップをジャラジャラつけてたら面白プロデューサーとして有名になっちまうと思っただけだよ。そうだよ、あんたの代わりに私が責任を持って使うから安心しろよな。うるせえな。なんか文句あんのかよ。まあ自分から進んでは読まないかもな。これさ、チョコのなんだよ。リンゼが借りてたみたいで、返すところに居合わせたら、チョコにジュリちゃんも読んでって言われてさ。平凡な女の子が、ある日、妖精に出会って、不思議な力を手に入れて、アイドルとしてデビューする。それから、いろんなトラブルを乗り越えて、アイドル界で成功していって、で、恋、すんだよ。うん。妖精に。
まあ。え？私の感想？そんなん聞いたところで何の得が？そういうことならいいけどよ。つっても突然感想って言われたって、まあその感情移入はしやすいかもな。主人公が今の自分と似てるところがあるっつうか。なっ！アイドルって設定のことだよ。それ以外は全然似てねえし。当たり前だろ。んなのありえねえから。ああまあ妖精なんていねえしな。いやでもよ、主人公は夢叶えてもらってるわけだし、そういうことがあったらわかんねえんじゃねえか。妖精に恋とかすることだって。いやこれが結構かっこいいんだよ本当に。え、なんだ急に。そっか。なんかあったら頼らせてもらうかもな。そうかって感想それだけかよ。まあ確かに現実的じゃないかもしれないけどさ、何が現実で何がファンタジーかなんてわかんねえもんだろ。私には今自分がアイドルやってるってことも十分ファンタジーみたいだよ。だからありえないようなことでも可能性がなくはないっつうか。え？いや、別に漫画が気に入ったとかじゃ。な、急に話題変えんな。くそ。あんたには本当に調子狂わされっぱなしだよ。けど本当に着んのか？私があの服を、しかもファンの前で生放送で。いやそれはただのあんただけの感想っつうか。私浮かれてるって思われねえかな。そうか、だったらいいんだけどな。おい、勝手にどっか行くなって。ったく。
よそ見しないで、私だけ見てろよ。あ、いや、今のは別に変な意味じゃなくて。ああ、そうだ。なあ、私たち朝からずっと歩きっぱなしだったろ。そろそろどっかで休みたいんだけど。あの店って、いや確かに前よりはマシにできるだろうけどさ、まだそのレベルじゃないっつーか、休めるもんも休めないっつーか。おい、人の話聞けって。え？いや、あれ以来言ってねえけど。力って大げさだな。わかったよ。じゃあ行ってみるか。おう。今回はコーヒーのサイズ間違えんなよな。お、賛成。じゃあ行こうぜ。お、プロデューサー？え？まあそうだろうな。店もこんなに混んでるんだし。けど、私に気を使ってるなら、そんなんいらねえからな。プロデューサーが行きたいところに、連れてってくれよ。それに、私は、どこでだって楽しいし。ほら、突っ立ってないで、とりあえずフードコート向かうぞ。アクセサリー？また探さなきゃなんないのか。分かったよ。なら、あんたが思う特別な私に一番ぴったりのやつ選んでくれ。うん、いいアクセサリーが見つかったら今度こそ休憩だからな。まあなんとかって感じだったけどな。やっぱこの服もさ、なんか、ずっと変な感じだったし。ほんと、プロデューサーのその自信は、どっから出てくるんだよ。でも、それなら、成功ってことで。だな。え？別にまだ。
その、クリスマスプレゼントだよ。こういう時期だしさ。ついでに日頃の感謝みたいなのも込めて、つーか。いや、それは、みんなの前だと、ほら、恥ずかしいだろ。そうなんだよ。そのプレゼントさ、中身がジンジャークッキーなんだけど。え、ちげえよ。いや、寮のオーブン勝手に使うわけにいかねえし、うまく焼ける自信もねえし。あ、そうじゃなくて、その、ジンジャークッキーには、風邪をひかないようにって意味があるみたいで。やっぱ、あんたには、ちゃんと元気でいてほしいから。別に。夢見てたみたいでさ。いや、そこまではって聞いちゃいねえ。使われてんな。はあ、ん、何が？ああ、落ち着いたよ。誰かさんがすげえ気を使ってくれたおかげでな。プロデューサーはさ、すごく、ずっと大事にしてたものとの別れって、経験したことあるか？別に、ただの世間話。あたしさ、あんたに会うまで、今の自分には何があるんだろうって、ずっと思ってた。けど、最近考えるようになったんだ。世界は思ってたよりも大きくて、私はこれからいろんな可能性に出会えるのかもしれないって。あんたが私をアイドルにしてくれたみたいにな。私は何も言ってねえだろ。けど、ありがとな、プロデューサー。
私、頑張るよ。だからさ、私のこと、ずっと見ててくれよな。